しょ。はい。皆さん、こちら、吉田ニューマスターです。いつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。さあ、今日ご紹介するのはですね、こちらでございます。ハッピーテイスト、雲、風船、ツバメ、なんだろう。ババン。ミニストップさんの月見焼きウインナー198円なんね、これ198円。何、どういうこと。なんかビジュアル的にびっくりって感じですけどね、これ。卵ですよね。ほんで何でしょうかね、このトーストみたいな部分は何でしょうかね。もう本当にわからないまま買ってしまいましたけれども、これ2つ何、どういうこと、挟んで食べてってことですね、多分ね。それをあえて、ちょっとこのままいっちゃいますけどね。多分この下のやつを上に挟んでパンみたいに食べてってことですかね。わかんない。だったら別にこれ1枚でいいから値段半分にしてほしいよね。わからない。でも、いただきます。こんなん初めてですよね。あ、やっぱり2枚は無理だな。1枚だな。なんでしょう。いただきます。あ、お好み焼きか。うまい。あ、違う。これ1枚か。あ、違うか。やっぱ2枚か。あ、うまいよ、でも。あ、うまい。ソースかけてもらったらもっとうまいかも、これ。うん。これね、か。うまいな。これね、うまいよ。これ、見た目は良かったけど、食べたけど失敗しちゃったね、みたいな。そんな結末かな、なんて思ったら、うまいですね。ちょっとソースとかでかけるとね、うまいかなと思いますけどね、もっとね。はい。さあ、ありがとうございました。ちょっとね、体調があれなんで、もうこの辺にしておきますね。非常にうまい。うまい。そして、吉田のりもさん、頑張った。はい、ということで、ちょっとね、これは逆にうまかった。はい、ありがとうございました。ということで、今日ご紹介いたしましたのは、ハッピーテイスト。まあ、ここはあんまり押してもあんまり意味ないんですが、ミニストップさんの、月見焼き、カッコ、ウインナー198円でございました。ウインナー、わかんなかった、ウインナーは。ありがとうございました。